軍師、官兵は、2014年1月5日から12月21日まで放送された NHK 大河ドラマ第53作である。2012年10月10日に制作発表が行われ、主役に V6 の岡田純一、脚本には前川洋一が起用されることが発表された。撮影は2013年8月20日の茨城ロケより、 クランクイン氏、同27日には NHK のスタジオでの撮影が開始され、キャスト陣が同席した取材会が行われた。全50話の平均視聴率は関東地区で15.8%。関東地区での視聴率は3年ぶりに15%を超える記録となったが、大河市場ではワーストこの数字であり、報じるメディアによっても検討、伸び悩んだなど評価が分かれた。 放送開始直後からナレーションを担当する藤村志保の語り口が聞き取りにくい、滑舌が悪い等の批判があり、NHK 側も改善する意向を表明していた。そんな中、2014年1月29日、藤村が同年に1月3日に背骨を圧迫骨折したことで、収録の継続が困難になり、収録済みの第6回で番組を降板することと、公認を 元 NHK アナウンサーの広瀬信子が担当することが発表された。ナレーターの途中交代は、大河ドラマ史上初めてのことである。本作では韓米に関わる重要な情勢として、織田信長と本願寺との石山合戦も描かれているが、3月2日の第9回、韓米試されるで、本願寺11世剣女が本願寺で、織田信長との決戦を迫られる場面で、 セットの仏像に、浄土真宗の本尊、阿弥陀如来立像でなく、誤って釈迦如来座像が使われた。放送後、本尊と違う仏像が用いられているとの指摘が、視聴者から複数寄せられた。NHK は取り違いを確認し、公式ホームページで、今後、同様の場面では、正しい仏像を用意して放送するとした。戦国時代後期、 ハリマ国の商名を正直に仕える一人の青年がいた。なお、黒田官兵衛、後に天下人の軍師として、名を馳せることになる男である。織田と毛利の両大国に挟まれる形となったハリマで、生き残る道を模索する官兵衛は織田に従属することを進言し、旧友の荒木村重を頼り織田信長と面会し、従属の意を伝える。後の天下人である。 橋場秀吉と彼の軍師、竹中半兵と出会い、信仰を深めていく。織田と毛利の争いが始まると、村重及び、主君少子の裏切りにより、官兵は、村重の居城有岡城で一年に及ぶ、遊兵生活を余儀なくされる。一年後に生きて救出された、官兵だったが、五体は満足に動くことができなく、なるという代償を背負うことになる。少子の滅亡により、 お高心として迎えられた勘兵衛は遊兵生活中に亡くなった藩兵衛の後を継ぎ、秀吉の軍師として毛利との戦いを進めていく。そして1582年6月1日、明智光秀の謀反により、勘兵衛と秀吉の運命が大きく動き出す。信長の後継者として名を馳せることとなった秀吉だったが、勘兵衛は石田三成の妨害もあり、 次第に距離を置かれるようになっていた。1586年、橋場軍は、九州を平定。関白と、豊臣政を与えられた、秀吉の命により黒だけは住み慣れた針間を離れ、九州は、無全国勝つに、国替えとなる。約束を保護にされた、地元領主の宇都宮家との圧力により国替えは、順風満帆にはいかず、宇都宮家を滅ぼすという悲劇的選択を取らざるを、 えなくなる。1590年、小田原征伐によって、豊臣家による天下統一が実現する。秀吉は第二の性質となった茶々を出来合愛し、筆頭作動であった千利宮に切腹を命じるなど、次第に、かつての面影は見られなくなっていた。着死、鶴松の死をきっかけに秀吉は明への進軍を号令、その足がかりとして、朝鮮へ進軍することとなる。 その中で官兵衛は、三成の暴略により切腹の危機を迎えるが、出家し、黒田上水と名を改めることで回避する。1598年、秀吉が死去したことで、死服の時を終えた関東八州の大大名、徳川家康が台頭する。全国の大名が家康と三成のどちらかにつく中で、官兵衛は人生最大にして、最後の大勝負に出る。当時の黒だは、 赤松諸流の生じ性を姫路城代,代として名乗っていた。寒衛食高氏旧夢、兵庫助の役名は、黒岳が生じ家とたもとはかつ、第25回まで黒田名前で表記されていた。黒岳一門黒岳の武将たち黒岳の次女たち、豊富はじめ門地区、中谷豊美家臣を多急進生じか赤松屋浦上屋。 光月家東ハリマの勢力その他のハリマの人々、小田はじめもん柴竹名地下節集その他の小田家臣、天子東家はいずれも総合テレビでの放送日程。BS プレミアムでは2015年1月2日に、前編、1月3日に後編を放送。本編を収録した、ブルーレイ &DVD ポニーキャニオンより発売。ブルーレイ &DVD ともに収録内容は同一。 舞台地の一つである姫路市では上りが掲げられている。ありがとうございます。